すごいんでしょ。628、ドライバードライバーでこれコースで出してないとこですよね。後から付け足したんで、うん、ヤーデージ、あ、でもヤーデージ入ってんじゃないかな。ヤーデージブックにはここ600人としてあるよね。書いてある。そうそう、あるけどほぼ使わないです、うん、普通にもう右側は右はさっきの2番で、はいはいはい、これ左引っ掛けると左もう崖下 OB なんで、あ、了解です。まっすぐでとりあえず左が怖いです。一番難しいもう大丈夫です。左からまっすぐとか右からまっすぐにしたら、ああなんなら左からフックとかあるんだよ。いやいやいや、あの一番奥のバンカーにある浮島みたいな芝、はい、あれは鳥のマークをしていて、佐野ヒルクレスト名物なんですよね。これ下の黒 T から210ぐらいのとこからドスンって落ちてるんですよ、バーンって。で下の黒だと220ぐらい飛ぶとゴロゴロゴロって下に行くんだけど、こっからだとだから200どうだろう、80ぐらい行かないと これ斜面に降りない。300ぐらいあります。300ある。下手にここに止まるんだったらここに止まってる方が、ここ平らなんでいいかな。おお、まっすぐ行った。左に出てきた、この辺だ。ナイスショットです。左が怖い。あー、だいぶこっちか。やばい、はい、紫ラインからラインなしで飛んでいきます。うん、あ、全然大丈夫。かつてアメリカ行ってたじゃないですか、はい、みんなにアメリカのゴルフはいいよっていうアピールをしてほしいんですけど。アメリカのゴルフはいいよっていうのは、うん、アメリカのゴルフ場がいいですね。何が違うんですか。やっぱ何時からでも回れるし、練習場はやっぱ基本芝からなんです。練習場、はい、そういう意味だとジュニアに対してもすごい優しいですね。ジュニアとあとプロに対してすごく練習させてくれるんで、めっちゃ練習しやすかったです。日本だと子供はやるなとかいうとこもあるもんね、はい、何歳以下入れないみたいな、あるじゃないですか、うん、はい、ウェルカム感があるんですごい。ウェルカム感、なんかちょっと追加でもうハーフ行きたいんだけど、そのまま行っといてよみたいな、いいお金なんかみたいな。そういうとこありました。いや、僕はちょっと分かんないです。学校のやつでやってたんですか。そうですね、学校が全部出してくれたんで。そうなんですか。はい、じゃあそれ何から何まで全部出してくれたんで、まあ回り放題でしたけど。で、奨学金みたいなプログラムだったんですか。あ、そうですね。返さなくていいんですよね、学校の。じゃあそれ受かるの結構大変なんじゃないですか。そう、結構大変です。だから普通にゴルフだけできてても勉強できなかったら大学入れないんで、うん、じゃあ普通にアメリカの大学生やってきたってことですか。そうですね、はい、普通にみんなと同じクラス受けて、うん、単位取って卒業しました。アメリカ大変なんだよ大学生らしいです。ブルームメイトが日本人で、うん、アメリカの大学通ってる人だったんですけど、その人もゴルフやってて、うん、お前はいいよなみたいな、ゴルフだけしてればいいとかめっちゃ言われてました。ゴルフより勉強の方がしてましたね、うん、大学時代。はぁ、280、はい、行ってまで、はい、何してるんだって280。頑張ります。ラフでも関係ないですか。むしろラフの方が飛びますよ。あ、そうなんですか。あ、そのフライヤーが出て直ドラ、はい、遊んでる人がいますよ。遊んでない、遊んでない。あと俺ファースト QT、うん、ティーショット11回ドライバーなんですけど8回直ドラス、うん、ティーショットで毎日。いや、曲がんないですよ、直ドラが。あ、そっちの方が、はい、飛距離は20ヤードぐらい落ちるんですけど、うん、曲がんないんで。左行かないもんね、はい、まずね。ビビリだから。今も直ドラしようかな。自分を抑えるために直ドラなんだ。その球筋を抑えるために、はい、うん、
地元とかやるんですか。やるわけないじゃないですか。僕らぐらいのアマチュアだとここの上からだと一番狭いところに落とさなきゃダメだからしんどいんですよ、うん、彼らはもっと広いところまで打てるから、うん、僕らだとやっぱりドライバーが下の段まで行ってくれると2段目がすごい広いところに打てるんですけど、うんうん、グリーン前の、まあ、前まで行かないけどちょっと広いんで、うん、途中から頑張ります。通報してほしい。280ヤードドライバーです。おお。ナイス。あー弱い。おーでも上がった上がった上がった、はい、グリーン手前。素晴らしい。よしょ。300ヤード。左足下がりすごい難しい。うん左足下がり。おぉ完璧。うん、おこれも駆け上がっていて手前ですね。一緒です。あれも狙ったところですよね。そうですね、うん、はい、あそこからまあフェードをかけてきたんですけど、まあ、まっすぐ行ったんで、まあ、全然大丈夫です。うん、まあ、ほんと横に行かないですよね。いや、行きますよ。行きます、はい、全然行きます行きます。飛ぶけど曲がるんで、うん、帯は出るもんだから仕方ないんですよ。ちょっと帯出た人そのまま頑張ってバーって取ればいいんですよ。そっか。一番良くないのがまっすぐ行こうとして、うん、体止まることですかね。そうすると逆に飛ばないし曲がるんで、だから僕はいつも振りちぎるようにしてます。僕まんま今のティーショットそれです。あ、本当ですか。まっすぐ打ちたいな、僕体止まって それが一番良くない。ハイドロー難しいです、ティーショット。なんかティーショット簡単じゃんっていう人マジ羨ましいです。一番難しい。パターなんかよりも全然難しい。あ、そう。そんな苦手なの。マジで苦手多分これもいけないんですよ。こうやって苦手苦手言ってんのが余計自分追い込んでる。確かに。いや、近ドラうまいね。近ドラマジ一番得意かもしれない今左前から上げだったじゃないですか、うん、僕スプーンでいい球当たってもドローボールだから飛ばないじゃないですか、左前の風、うん、絶対届かないじゃないですか。しかも自画ドラで高さ出なくていいから、うん、まあ下から上がってくれみたいな。もう呆れるわ。ここまで来ますか。結構駆け上がりましたね、二人とも球が。いや、すごいな、やっぱり、うん、300飛ぶ人ってこうなんだ。うん、おお惜しい惜しい。これ入ってたらパーだよ。パーでしょ。うん、OB イーグルだったら、はい、重いな。下りじゃないんですか。下りです。重いです。あ、はい、なんか狭いっすね、バンカーの。狭く見えるんですよ、急に。だからちょっとプレッシャーかかる、うん、これね、もう本当に刻むなら完全に刻んじゃうか。でも、ね、人だったら右のバンカー越えていくと思うんだよ、全部。めっちゃ刻む気満々でいたけど、さっきの球打ってるから怖いんで一回 リセットがてら刻みます。何番です？3番です。 何ヤードと230ぐらいです。230だと左のバンカーは多分届いちゃう。そうですね、左の右は微妙なとこかな。右は届かないですね、うん、バンカー超えますよね、右ね。超えると思いますね、うん、あれ来た。そう、300ぐらい飛ぶ人は超えます、右バンカー。超えますよ。あ、ってきた。今日はこれで打ってみてとりあえず、とりあえず、うん、あれ乗ってみます。はい、いいラインだと思います。おお、ドローして、うん、あれちょっと左に来るんで、バンカーの手前。本当だ、バンカー届かないんだ。結構奥なんですね、意外と。バンカーまである、ね、
完璧完璧です。落ちないんだよな、球が。そんな勇気はないです。あんなとこ行っちゃったよ。そんな勇気ないです。やばい、ちょっとレベル低いから今。はい、そうっすね、バーディー取らない。そうそう、ああ確かに入れちゃってもいいから。ああえ、ショウコさんボツにした時とかあるんですか。いや、俺ボツにした動画ないですね。あ、今のとこ。はい、お悪くてもう全部出してます、うん。はい、自分で編集してるんですか。自分で全部やってます。おお、はい、YouTuber。 昨日も遅くまでやってました。1本作るのに 5,6 時間かかんないですか。かかります、かかります。ですよね、はい、編集が一番大変ですよね、うんうん、試合だったらこれ全然いいもん。OK？ YouTube 的にはちょっと YouTube でほら煽られてきてる。待って待って、本業違う違う。YouTuber じゃない。あ、僕あそこ打てる自信ないです。左見えすぎちゃう、うん、140ヤードは。はい、おお低い。これ超うまいです。うん、すごい。ここね、あ、弱かった。え、ここね、5ヤードぐらい残りあるんです。え、実はってキャディーは言うの。弱かったです。今超良かったと思った。良かったよね、球めっちゃ良かった、ね、イメージ通りの球出ました。よくピッチングであんな低い球打てるよね。はい、66ヤードで60度で。はい、はい、おショウタさん、今まで一緒にゴルフした中でこれ異常なうまさだって思った人って誰かいるんですか。異常だなと思ったのは、うん、ビザ出た時に、うん、スンスハン選手と会ったんですけど、はい、彼は2日間一緒に回って、うん、ノーボギーで11アンダーだったんですよ。おお、2日間でめちゃくちゃうめえなと思って。全部ピン行くし、うん、アプローチも全部寄るしみたいな。すぐにそこに行くまでにはまだ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 だ、うん、これがプロかと思って見せられます。おー、うーん、ナイスバーディー。ショータイムゴルフ来たよ。ショータイムこれが YouTuber だよ。二人のゴルフはどうですか。うまいですね。飛距離がやっぱりあれだけ出るとここでもやっぱり右のバンカー関係なくドライバーを打ってこれるっていうのがハザードになってない、うん、まあまあもちろんね、引っ掛けたら OB っていう怖さはあるんだろうけども、それがあるとやっぱり楽ですよね。すごいね、僕らとは次元の違うゴルフですね。打つ場所を狙う場所も違うし、うん、2打目の番手ももう5番手ぐらい違うし、うんうん、いやすごいですね。まあでもそれぐらいじゃないとなかなかね、パワープレーとかアンダーっていうのは難しいのかなっていう気はしますけどね。ここは普通にあの右の斜面狙いなんですか。そうですね、左のバンク入っちゃうんで、あの木の右の方がいいと思いますね。うん、上じゃないんだな。おお、左に跳ねた。うわー、同じ球が出ちゃった。この辺です。うん、ここはもうラフ行っても右目狙っといた方が2打目のアングルもいいし、多分彼らだと木の左だとあのバンカーまで行っちゃうんですよね、うん、中途半端のバンカー。はい、左
り行ったら地獄なんで。そう。60度何ヤードまで行きます。100。マジでまんま一緒っすアメリカの大学の試合だともっと飛ばす人普通にいるんですか。全然います。キャリーで超えてかれますみんなマジ飛ぶだけのやつとかいません飛ぶだけのやつ、ほんと飛ぶだけのやつ。日本だとまあ飛ぶ方になるんですね、2人は。日本帰ってきて、プロの試合とか出てびっくりしました。僕が一番飛んでて、おお、アメリカだとめっちゃ離される。真ん中より飛ばない方だったんで、うん、そんな違うんだ。こことあの右上がきついかな。左行ったらもう地獄です。そう、これも絶対ちょっと泥目に。もうね、サッチュおおナイスです。パいダボです。ダボ全部逆面になってる。泣きたくここは荒れちゃうもんね涼しそう。これ角度変わるんだ。お、変わった。